ホーム自動車学校前駅は、静岡県浜松市東区有玉南町にある、遠州鉄道鉄道線の駅。駅番号は08。島式ホーム一面二線の地上駅。列車交換時以外は上り下りとも西側線路を使用する。ホームの東側に立つ集合住宅、縁鉄配置事故駅ビル1階の一部が駅舎として、用いられ券売機も置かれているが、終日無人駅である。 ホームへの移動時は、校内踏切を渡る。なお、1階の残り部分には、複数の店舗が入居し、2階以上が住居用区画となっている。同ビルの上島方に隣接して駐輪場が存在する。この駅に隣接する、縁鉄自動車学校の敷地は、もともとは、鉄道貨物輸送が盛んだった頃に、園州鉄道が貨物ターミナルを作る目的で用地を取得したもので、 ある。しかしモータリゼーションの波にあって、貨物輸送が激減したため大がかりな貨物、輸送計画は頓挫してしまう。そこで、円鉄はモータリゼーションからのマイカーブームに着目し、当時は数が少なかった自動車教習所を貨物ターミナル予定地に設置した。市場駅は開業当時、この近隣に大きな市場があったことに由来する。その後、 エンテツ自動車学校が開校したことで、現在の駅名に改称された。2019年度の乗車人員は368,877人、校舎人員は366,781人で、ある。主として、通学、通勤用に利用される。1980年度以降の乗車人員を呼び、校舎人員は次の表の通りである。ありがとうございます。